椎名くんのここ、なんすか。椎名くんは常陸大宮市出身の24歳。いばキラ TV のクルーとして日々奮闘しています。ピュアなハートの椎名くんは日頃、茨城県にはわからないことがいっぱいあると思っていました。そんなある日、わからないなら直接行って聞いてきなさいとカメラを渡されました。さあ、椎名くん、今日はどこへ出かけますか？今までいろいろ見せてもらったんですけど、はい、図書館の本ってどこから買ってんですかね？はい、入札とかですね、見積もり合わせをして、書店さんから買ってみます。書店さん、はい、本屋さんですね。本屋さん、本屋さんっていうと、はい、水戸でいうと某ケーマタ書店とかですか？そうですね、はい、そのあたりからいろいろな本屋さんから買っていますので。あ、なるほど。某、はい、もありますか？はい、なるほど、そんな感じですね。で、買ってきた本はどういうふうな流れで書棚に並ぶんですかね？はい、まず地下の入居室というところで、はい、はい、入居室、はい、あ、先ほどちょっと僕が行ったところですね、多分。そうですね、はい、はい、でそこで本を番号順に並べて、はい、で書館に配下して置いておきます。でその後にこちらでブックトラックというもので、それぞれ一般書と児童書を分けて、はい、はい、ブックトラックで積んで3階の事務室まで持ってきます。あー、はい、なるほど、はい、それは大事な仕事ですね、やっぱり。そうです、はい、はい、ということで今日案内してくださった重藤さんは図書館司書をしていると聞いたのですが、図書館司書とはどのような仕事なんですかね？はい、私は今ですね、レファレンスという担当している職員になります。レファレンスって聞いたことありますか？レファレンス？ないですよね。ないですね。はい、お客様がですね、何か調べ物をするその手伝いをする。あ、手伝い、そのレファレンスという作業をしています。調べ物をするお手伝い、はい、あー、椎名さんが何かあれですね、何かは調べたい文献があって調べ方がわからないとか、はい、その時ですね、レファレンスサービスというのを使っていただきますと、私たちの方でそちらのお手伝いをさせていただくということで、文献をご提示させていただくというのが、そのような仕事をしています。結構お客さんと結構対応する感じですかね？いろいろ接するのが多い、ね、なんかこう思ったんですけど、やっぱりこの対応がスムーズで、この番組自体もすごいよく回るんですよ。それが本当助かってます。僕もこのテレビ出るのは初めてなの で、 そうですか。本当最初が県立図書館で本当ありがとうございます。はい、はい、ここが子ども図書室ですね。はい、やっぱり図書館は僕はこういうところの方が自分に合ってますね。ここは僕の得意な分野のコーナーですね。これは読み聞かせに使う本なんですかね。まあ、はい、まあ多分そうでしょうね、きっと。ここは読み聞かせする部屋だそうですね。ちょっと入ってみたいと思います。こんな感じに座って聞くんですかね。ここで聞きながら誰かおじさん的な人が来て多分話してくるんでしょうね、きっと。はい、次は視聴覚ホール閲覧室に行ってみたいと思います。ここはなんかあんま大きい声で出せないようなので静かめで行きたいと思います。ここは前県議会の議場だった部屋
なんですってね。すごいんですね。将来的には僕もこの椅子の座を巡る戦いをちょっとしてみたいなって思います。はい、こんな感じです。じゃあ次のコーナーに行きます。ここに新聞の縮刷版がいっぱいありますね。あっちに茨城の新聞がありますね。ほいっと。はい、じゃあ自分の生まれた日の新聞を探したいと思います。よいしょ。さあ、昭和63年9月、僕が生まれた日は普通の天気でしたね。ちょ、テレビの仕事やってるんでこういうところも映したいと。ジョイナー、ジョイナーってちょっと聞いた時ありますね。カール・ルイスとかはいないですね。カール・ルイスとかベン・ジョンソンとかなんか聞いた気がするんですけどね。ベンもカールもいないですね。バレーボール日本女子準決、今年のオリンピックも日本女子は活躍したんで嬉しいですね。に本を借りたいと思います。あれ、重藤さん何やってんすか、ここで。いきなりいなくなったと思ったら、あ、じゃあこれ、はい、借ります。あ、カードですか。あ、さっき作りましたもんね。これなくしたら話にならないですね。これですね。はい、お願いします。これです。お願いします。お願いします。紹介します。はい、ありがとうございます。今日は図書館案内してくれてありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。もうこれ、僕こういうとこって正直あんまり好きじゃないんですけど、なんか好きになれそうです。そうですか。じゃあぜひまたご覧になってください。はい、その時はまた声かけるんでよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、いや楽しかったですね、今日図書館意外と。あの、そうだ、この生物の書店ちょっと聞き忘れましたね。まあ、図書館の秘密その3ということで次回に行きたいと思います。ありがとうございました。